YMO さんが好きで、あの私が小学生の時にだいたい今まで聴いてきた曲は歌があるものばかりだったんですけど、いつまで経っても父が聴いてる曲が歌が来なくて、いつになったらこれはサビになるんだろうと思ってたんですけど、その曲を聴いてるだけでもすごい楽しくなってきたので、これはなんて誰の曲なのって言ったら、なんか YMO さんのトンペだよっていうのを教えてもらって、でそこからこのアーティストさんは曲あんまり歌詞がないんだよっていうのを教えてもらってからすごく気になって聴くようになりました。でパブリックプレジャーとか聴かせていただいて、すごいなんかオリジナルも好きなんですけど、ライブの方が私は好きなのでついついこっちのを聴いてしまいます。私一番初めに YMO さんを聴いたのが小学校3年生だったんですけど、もう全然昔の曲だってもう思わなかったので、あの全然今でも流行ってる曲なんだと思って、小学生の時にこう普通にこう、こういう曲あるよねみたいな、いや初めて聞いたけどみたいなことを言われちゃって、えめっちゃ流行りだよって言って、私的に流行りだったのでみんな流行りだと思ってて、 YMO って知らないのって聞いたら、なんかもうみんな全然知らない知らないって言ってて、でそれを父と母に言ったら、そりゃ知らないよって言われて、あそうだったんだって、そんななんか40年前とか今から40年前とかにできてた方たちの曲だったんだなっていうのを後で知って、もうその時もすごい衝撃だったのを覚えてますね。全然もう歌をその最近の曲を聴いても分からなくって、もう私一人だけなんか時代をこう置いていかれてるというか、なんかもうよくいろんな方に言われるんですけど、出会った方に本当は年齢詐称してるでしょみたいなことを言われちゃって、本当は40、50ぐらいでしょって言われて、あのドラムをやってた友達がいたんですけど、その子はすごいあのまた私と一緒に高橋幸宏さんにハマってくれて、すごい聞いてくれて、一緒にその子とだけは話が合いました、唯一あの詩がないけどすごい引きつけられるというか、なんか勝手に体のリズムが乗ってしまったりだとか、あとはもう、うん、昔の曲なのにいつになってもなんだろう、色褪せないというか、今でも全然通用する曲っていうか、何度聴いても飽きない感じのところがすごい魅力的かなと私は思います。すごくあの楽器とかに興味を持つようになって、他のアーティストさんの曲を聴くこととかがあっても、なんだろう、その奥のドラムだったりベースだったりギターだったり、なんかいろんな音を聴くようになって、私もエレキギターやりたいなと思って小学生の頃エレキギターを買って始めました。いやなんかあの友達でドラムをやっていた子がいたので、一緒にバンドやりたいなって話はしてたんですけど、なんか全然他のメンバーが集まらなかったので、結局なんかそういう活動は全然やらなかったです。一番初めに音楽に興味を持ったのが YMO さんがきっかけだったので、なんかそういう音楽を聴き始めて、私もこういうステージに立ちたいなっていう思いが出てきたので、すごく YMO さんには感謝しています。あ、安全地帯さんが大好きで安全地帯さんとかよく聴かせていただいてます。最終オーディションの時にもうあの石川ひとみさんの待ち伏せを歌わせていただいてたら、他のメンバーの質問の時がなんかあのご自身の出身のいいところはどこですかとか、自分の好きなところはどこですかって聞かれてたんですけど、私はなんかその石川ひとみさんの待ち伏せを歌ったのがきっかけなのか、なんでその歌を歌ったんですかって聞かれて、私は手話歌謡が好きなんですって言ったら、なんかどういう他にどういう曲聴くんですかって言われたので、 YMO さんと安全帯さんを特に聴きますって言ったら、すごいなんか会場がドヨーってなっちゃって、なんかこれ私落ちたよ絶対落ちたよと思って大丈夫かなっていう焦りをあの時に感じたのをすごく覚えてます。あの時になんか YMO さんと安全地帯さんって言っててよかったかなっていうのは今すごい思います。なんかちらっと後でスタッフさんに、私ってなんで受かったんですかねって聞いたんですよ。そしたらなんか、あ、そういえば YMO とか安全地帯さん聞いてた子いたよねみたいな話になったんだよっていうのを聞いて、あーそうだったんだって思って、言ってよかったなって思いました。はい、もう全く興味なかったと思います、そもそも音楽とかにも。
YMO さんの曲を聴いて、これなんだろうなんだろうって気になったので、小学生のうちに出会えたことがすごく私は嬉しいです。